しい。お若いお人、もしや代理に行かれるのですか？ああ。それならば脇道の方がよろしいです。今は水の中、主の恋の寝床になっている大きな洞窟の先でございます。なぜそのような。代理の扉はもう長い間閉じたままです。大事なお使いがあるのですが、このババの身ではどうにも果たしようもなく、お若いお人に代理の扉を開けていただければと。今は水の中、主大事。
狼殿、よくぞ参られました。狼のどうか。ああ、狼殿、最近酒を持ってきた。おお、流泉か。随分と上物だ。もらうとしよう。実に染み入る。やはりこれじゃ。よく道元と飲み交わしたもんだ。エマに釈放してもらってな。エマ殿と長い付き合いなのか。ああ、ずいぶん前に戦場で拾った。戦場？じーっと、ずーっと握り飯を睨んできてな。面倒だからくれてやった。そしたら何やらついてきてな。それから、なんだかんだあって、共にアシナに厄介になることになった。道元の養女になったのもその時よ。まあ、どこだろうが、忍びといるよりはよほど幸せじゃろう。その指笛はきっと悲しげな。じゃがいい音を鳴らすじゃろう。うまく使ってやってくれ。毎度旦那、さあ。じゃあな旦那、また。
ああ、母上、最後まで若様か。毎度旦那、さあ。じゃあな、旦那、また来てくれ。
松座にお加えください。おい、これをやろう。おお、これは尊き香りなり。お認めいただける。松座に加えていただける。ようよなあ、そなたにこれを信ぜよう。ならば、よこせ。
お主、鱗を持っておいでかい。もし持てば、存分に褒美を取らそうぞ。
った。時に赤炉、極めたか。はおお、確かにな。赤炉、やはりお主には一切りの才がある。褒美じゃ、取っておけ。しかと行くか、赤炉。ではな。それがお主の心配顔か。じじいはここにいろと、エマがうるさい。ゆえに、こうしておるだけじゃ。時に、赤炉。お主と九郎の不死立ちの戦、つば際のようじゃな。不死立ちの戦を阻む者、斬ったか。斬
ました。そうか、迷わずよう来た。これを。はあ、流線か。でかしたぞ、赤炉。たまらぬ。この流線をわしが手に入れると、嗅ぎつけた馬鹿者どもが飲ませろと集ってきたものじゃ。馬鹿者ども。酒飲みながら十文字槍を手放さぬ馬鹿者に、人の酒を現実でかすめ取る馬鹿者、杯片手に作りかけの義手をいじっておる馬鹿者、それからでかい図体ですぐに真っ赤になる見かけ倒しのフクロウもな。それはお主の父も馬鹿者じゃった。馬鹿者どもに。酒を。おお、赤炉、気が利くの。おお、猿酒ではないか。かあ、火を吹くとはこのことよ。お主、この酒の別の名を知っておるか。知りません。知らぬか。こいつはな、修羅酒とも言う。昔わしは修羅を、いや、修羅のごときものを斬ったことがある。それは一体。斬り続けたものはやがて修羅となる。何のために斬っていたか、それすら忘れ、ただ斬る喜びのみに心を囚われるのじゃ。お主の目にも修羅の影があるぞ。そう思っておった。じゃがそれは消えたようじゃ。修羅が出ればわしが斬ってやるところじゃった。おお、もらおう。やはりこれじゃ。時にお主、源一郎はどうじゃった。どうと。刃を交えたのじゃろ。ただ強かった。そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは。巴、あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。酒を。おう、気が利くな。どれ。良い酒じゃ。
勝ち戦の時はこうして飲んだものよ。アシナ州の皆でな。国取り戦のアシナ州。国取りか。取られたものを取り返したまでよ。それは。もともとこのアシナは、我らアシナ州が暮らす地じゃった。源から流れいずる水、それをこよなく愛する民じゃ。ゆえに酒もうまい。じゃが、我らは異端、そして弱い民じゃった。当然に蹂躙され、服従を強いられた。ずっと長い年月な。源の水を祀ることすら許されぬ。そのざまでは、うまい酒を飲んでも誠には酔えぬ。だが世が乱れた。ああ、日の元の乱れが、この人死に耐えぬ戦の炎が、ひとたびは好機となり、国取りを果たした。だが、今は死地にある。ねえ、皮肉なことよ。
Thank you.
しい。いずこ。休みましょう、父様。